こんにちは、レオンチャンネルです。いや、今週もレオンチャンネルの大量買いの時間がやってまいりました。いや、ちょっと今回はね、お金使いすぎたかなと思いますね。まずこれですよ。充電池絆創膏全6種です。レジェンド充電池の冒険者が今回ラインナップされてます。これね、1個500円もするんですよ。高いですよね。あとはガンダムコンパーチの新しいやつですね。いろいろあったんですけど、僕はゼータガンダムが好きなんでゼータガンダムで買ってきました。あとは CM で見る恐竜ジャーソーセージと、あとこれはガブリンチョウォッチョっていうガシャポンですね。ニューって書いてあったんで一回回してきました。そして LBX もね、あとオーディン紹介したら今回のリクエストはもう全て終わりになりますので、自分の作りたかったやつをいくつか買ってきました。これゼウスとトリトーンとダックシャトルですね。ちなみに300円でした。まあ、もう皆さん気になってると思いますけど、メインはこれですね。充電池チョコ、前回ね10個買って出なかったんですけど、今回は箱で発注して1箱14個入りですから14個買いました。プラスセブンイレブンで4つ売ってたので、それも買ってきましたんで、全部で18個ですね。18箱かな。もうね、あれですよ、ブレイブインチケットを出すまでのもうドキュメントですよこれは。充電チョコはね、開封動画はまた週末にでもあげますので楽しみにしててください。というわけで、今回紹介したものは順次動画をアップしていきます。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。